安倍総理が亡くなって1年1日たりとも忘れたことはあります。今実は私はこの会をとても大事なものと思いスピーチを用意してきたんですけども、今安倍総理のお言葉を聞いていてそんなスピーチを読んでる場合じゃないと思いました。ここで私なりの思いを伝えたいと思います。ごめんなさい、年を取ると涙もろくなるんです。ごめんなさい。